小橋和幸とかいう謎のピッチャーについて覚えていること、パームボール、楽天キラー、パームと言い張ってたけど打者からはスライダーと認識されていたこと、人柄がどうのとか人望観念はこの人結構おもろい、左でチェンジアップ投げる人、西武のロッカーをワンピースで染めた、中継ぎ時代の別称が小橋だったのはなんとなく覚えてる、不倫バレた、一部の勢力にイケメン扱いされている、秋山が移籍してきたホアシを絶賛して大隣に見習い行ってたのを覚えてる、その年大隣がキャリアハイでホアシは1試合しか投げなかった、スライダーどうしても秋ら飛ぶのホアシが先に浮かぶ選手、何か1年だけ確変したよな、調べたら通算90勝65敗で思ってたよりすごかった、むしろ結構長くやってたイメージだから100勝もしてないのかよと思っちゃうが、西武って東証王国やったのに今なんやねん、ワンピース好きなのはなぜかわかる、やたらとホアシに憧れてるサスポーが多かった、パームという名のスライダー、過大評価の塊やろ、防御率そんなに良くなかったし、西武が強かったから勝ち星多かったんとちゃう、ご視聴ありがとうございました。